YouTube リー、はい、木村博の声優スクール始まりました。今週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、で、アシスタントの安藤さんです。はい、いつものよろしくお願いします。いつもたまにはやれば何ですかその雑な振りは。はい、安藤さやかです。安らぐ不死に気合いに華やかで安藤さやかです。今週も頑張っちゃうぞ。何ですかそれは古いな。古い。頑張りましょう。頑張ります。はい、で今回はゲストで小立さんと楠木さんに来ていただきました。じゃあまず小立さんから。はい、小立萌子です。よろしくお願いします。はい、楠木さんです。楠木まりなです。よろしくお願いします。はい、お願いします。お願いします。はい、まあ、なんで今日3人いるっていうのは、まあ、前にやったねオーディション対策っていう形で今回はちょっとオーディションやっていこうかなと思って。で、まあオーディションですね。オーディションの流れ、あの原稿もらって、で原作の資料とかもらいます。でそこで、ある程度現場に入ったところでキャラの説明とかされますよっていう感じですね。で、その次がオーディションで一番大事なのって、まずもう入ったところからオーディションって始まってますので、そこの名前を言うところ、名前っていうかいわゆるここでしたら、SSP 所属、楠木まりなですみたいな、まあ、そこですよね。そこで雑だともうそこでね多分ほとんどね試合は終了です感じなんで、名前大事ですよっていうところですね。で、原稿には様々なトリックが仕掛けられています。やはり今回キャラクターオーディションとナレーションのオーディションあったりはするんですけど、もちろんキャラクターとナレーションでトリックっていうか皆さんが聞きたいっていうかね、審査員が聞きたいところって違ったりはするので、そこどこをみんな聞きたがってるのかなっていう形で、やっぱり声優さんだとこっちの読む方を集中しちゃうんですけど、やっぱり聞く人たちで、その人たちは自分の多分作品でその人を使いたいとか、いわゆる自分の商品をナレーションで言ってほしいとか、何かしら意図があると思うので、まあ、その意図を読みつつどんな声が必要なのかなみたいなのが絶対に原稿にはトリックが仕掛けられているので、まあ、それを読み取ってもらえると、合格の近道になるんじゃないのかなと思います。で、始めましたけど入った瞬間から始まってます。まあ、なんでやっぱり挨拶大事ですね。で、あとキャラクターのやつでしたら、やっぱり大体がテストやってからその後ちょっとディレクション入れて本番やるんですけど、その時に変化ができるかっていうのがやっぱり大事だと思うんですよね。本番でも多分キャラクターのところで自分で作ってきたものっていうのが、まあ、いわゆる監督だったり音響監督だったり原作者さん、まあ、またやプロデューサーさんの意向でちょっと変えてほしい。で、そこでやっぱり変えることができるのが声優としての必要な技術だったりはしますので、まあ、そこら辺も見たいかなと思います。で、やっぱり原稿読みだけじゃなくて今の声優さんいろんなことができないといけなかったりはするので、その特技の披露やれる隙間があったらやってもいいですよっていう、たまに私歌得意なんで歌を歌いますので、まあ見てくださいみたいな、まあそんな人もいたりはします。はい、で、合否の鍵、簡単に言うとオーディションははっきり言うと落ちる確率のが圧倒的に高いです。落ちて確かに反省とか、やっぱり人間落ちたらねくよくよしたりとか、テンション的に下がっちゃうかもしれないんですけど、そういうものだと割り切ってまた次のオーディション、次のオーディション、次のオーディションっていう形で、いきましょう。それを選ぶのはオーディションによっては原作者だったり制作委員会の意向だったり監督の意向だったり、まあ、それ以外のファクターが絡んでる場合もありますので、でその人たちが今回は受かんなかったけど、そのオーディションのところでいいところが見えたら別の作品に呼ぶとか、そういうところもあったりはしますので、あんまり、まあ、落ち込むのは分かるけどあんま落ち込まないよねっていうところですね。無理にキャラクターに合わせようとして自分の不得意なところを出すなんてそんなのもったいない。やっぱり自分の得意なところを出して、でもそれでも変化がつけられるとかね、やるといいのかなと思います。で、苦手なことはここではやらない。ただ他の練習の時では苦手なこともやっていきながら勉強していってもらえるといいんじゃないのかなと思いますと。で、実際に、声優として活躍しているお三方ですが、多分オーディションとかね経験あると思うんですけど、じゃあ楠木さんからどうです、オーディション、自分が今までやってきた中で経験談というか、こんなオーディションありましたとか何か聞かせていただけると。たまたま掛け合いの時があって、全く知らないどこの事務所さんの掛
花とペアにその場でなってっていうのがあって、すごいなんか運だなって思った時はあり、その時のね、いらっしゃる人によって違いますから、おーって思いました。そうね、やっぱり役者、声優、一番大事なのって、あの他の方の芝居を聞いて変えられるかっていうところがあるので、まあ、そういうところを多分掛け合いで見たいんじゃないのかなっていうオーディションなのかなと思いました。はい、はい、小田さんは、ガチガチに緊張しちゃって、最初にセリフを言うときに自分あの事務所名言って名前っていうのを全部すっぽかして、いきなりセリフから入っちゃったことがあって、で、途中で気づいて、あー言ってないって気づいたんですけど、まあもう、セリフを言うしかないじゃないですか。そうですね。で、終わった後にあの笑ってくださったからよかったんですけど、抜けてるよみたいな感じで撮り直ししていただいて、その時も実は掛け合いで、あの他の事務所さんの方がいらっしゃったので、ちょっとあの迷惑をかけてしまったなっていうのが一個ありました。そうなんだよね。それ途中で気づくとさ、もうセリフに集中できないから、ね、やってしまったーってなって。どちらかというと声優さんなんで原稿を読むとか台本読むとか、そっちの方が練習の頻度としては多いから、まあ名前も言うのも練習の一個かなっていう感じで、癖になっていればいけんじゃないのかなとは思います。はい、まあでも挽回はできるんで、あ、終わった後すいません忘れちゃったんで所属事務所と名前言わせてくださいって言えば、あ、いいよいいよみたいな。はい、安藤さん、面白い話やめてください。そんなにハードル上げないでください。私はですね、オーディションで結構悪役のオーディションを迎えさせていただいたことがあって、まあ、一発目やった時に、あーヒーローショーとかにいるあのマジンの、はいはい、あれだったらいけるのにって言われて、うー、まあ、その時になったら呼ぶかもしれないねみたいな話で言われて、あ、はいみたいな感じで終わったことがある。そうだね、だからここに書いてあるとそうですね、まあ、作品のオーディションも兼ねている可能性はあるのね、はい、それはそれで嬉しいけど、あ、ここでは引っかかるかもねみたいな、まあ、ショックはあったりはしますけど、さっき言った通り、落ちる確率はね、どれだけ売れっ子の人でも、まあ、90% 以上、簡単に言うと、まあ、100人ぐらい呼ぶんですよ。で、100人呼んで受かる人たちっていうのは7、8人ぐらいってことなんで、まあ、それで、落ちる確率 90% ですよみたいな感じで言ってますので、まあ、そのぐらいの気概を持って、挑んでいくと、よし、次のオーディション、次のオーディションっていけるんじゃないのかなと思ってますと。はい、で、まあ、皆さんのね、オーディション の体験談とかも聞いたところで、次回からは実際オーディションやっていきますので、ご期待ください。はい、今日は以上です。さあ、はい、行きますよ、せーの、ブリオース。ブリオース始まるよ、踊る隙間風、ほらね、油断も隙もないさ。